皆さんこんにちは。青山茂春が答えて答えて答える。今回もどうぞよろしくお願いします。眠い割になんとなくね、皆さんと一緒に考えられるからニコニコしております。早速いきますが、その前に、今日は一体いつであるかというのを言うのを忘れていました。私たちの大切なオリジナルカレンダー後期で申せば、実に紀元2682年になっています。1月があっという間に終わりまして、今日は2月1日1日の火曜日です。国会開会中の午後でありますが、なんとか時間を見つけました。令和4年、西暦では2022年であります。じゃあ早速質問に行きたいと思います。お名前は特に書いてないではなくて、最後に書いてありました、あ、名前公開かだ、すいません、2枚にわたってました。小島博さん、はい。昭和35年7月生まれということであります。かなり、まあ、なんて言いますかね、リラックスして手紙みたいな感じで心よく読むことができるんですが、僕は基本的にのんぽりで政治は興味がないのですが、青山さんの解説や行動を見聞きしているとすごい人だなと感心しているというか尊敬しています。光栄の至り、ありがとうございます。きっといろいろな方々に影響を与え、後に続く人が出てくるのでしょうね。そうであればいいと思って異業種の人よ、国会に出ようと申し上げているんですが、吉田松陰のようですねと。でも総裁選に出ようとされたのは高杉晋作の鉱山実挙兵かと思いましたということで、はい。さて質問ですがと、首都機能の移転がかなり以前に議論され進んでいたように思いましたが、その後どうなったのでしょうか。個人的には近畿圏ぐらいになればいいなと思っています。現在北九州市に住んでいるので、東京は遠くに感じていて…勝手な思いです。坂井谷太一さんの本をいくつか読んで、首都移転のことをよく言ってました。これは坂井谷さんが本でおっしゃってたということですね。僕も共感してましたが、この僕はこの小島さんですね。選挙にも行かない、あれで、完全なサイレントマジョリティの僕が答えて答えて答えてに質問するのは何かおこがましいような気がしていますということで、青山さんの今後の活躍をと書いてくださってて、なんかすげえちっちゃい字に変わって、僕は最近疲れやすくなりました。青山さん見てて本当にすごい人だなと思ってます。ご自愛くださいということで、なんか褒めてあるんで、その部分ちょっと早口で読んじゃいましたけど、はい。じゃあ質問に、答えましょう。首都機能移転、懐かしい言葉になってしまったと言ったら怒られることですけど、まあ首都機能移転が議論されてた頃、この小島さんがおっしゃってる、そういう頃は私は記者でありましたが、まあ、内心確信するだけじゃなくて取材相手の政治家に申してましたけど、きっと立ち消えになってどっかで、ふと耳にすると懐かしい言葉で思わず言っちゃうようになりますよと言ってたのを、この小島さんのご質問を読んで思い出しましたよ。それでまあ、あの時にいくつかの都市名とかですね、地名が具体的に上がって、特に例えばですね、例えばですけども、あくまで亡くなった金丸信さんとかが、まあ、地元に引っ張ってくることも含めて熱心だったですよね。でもそういう動き全体を見てて、その何のために首都を移転するのか、例えばもちろんその首都直下型地震という名の関東大震災の再来が具体的に、あるいは科学的に心配されているわけですから、少なくとも国家の中枢機能が全部東京にあるっていう状態は変えなきゃいけないですよね。でもそれと合わせてですね、例えば
ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、実は東京が首都だっていう法的根拠はないんですよね。つまりずるずるっと来たままなってるわけです。でこれもご存知の方多いと思うんですけれども、明治維新までもというか、まあ、明治維新までは当然法的に首都がここだと決めたりするような作業はなかったし必要もなかったわけですけれども、それはあくまで近代法っていう意味ですよね。日本では法的秩序が古代からありますから、その意味では例えば明治維新の直前まで京都が事実上の首都であって、そこに天皇陛下もいらっしゃったということは広い意味では法的根拠あるんですけれども、近代法において日本が首都はここだと決めたことがないんですよね。それでただしですね、これは僕のいつもの考え方ですけど、西洋式の法体系が正しいとは全く限ってないの でその文脈でいうと一瞬話それますけれども、この間ウェルビーイングなるものの、まあ、特命委員会の役員に僕は任命されてしまってて、役員なのにしつこく平場では言いませんけど役員会の時に言ってるのが、このカタカナで国策を遂行するのはやめてくれと。で企業とか学会がおっしゃるのはいいけれども、官僚も参加しているところでは国策として、ましてやそのアルファベットで Well-being って書いてですね、まあ意味は分かるわけですよね、なんとなくに過ぎないですけど。つまり武漢熱が終わった後にこの今までの Happiness というね、誰でも知っている言葉、幸せという言葉とは違うっていうか、新たな幸せを見つけていかないといけませんねという意味なんですよ。でこれは国際社会で Well-being っていう言葉でもう流通してます。それから企業とか学者の間では活発にやられてるんですけれども、こういうアルファベットで国策やるっていうのは日本語を大事にするって観点だけじゃなくて、必ず取り残される国民が出るので、もう一回言いますが、その学者の方や起業家がそれをおっしゃるのはいいけれども、国としてやるのは許しませんということを、この役員といっても端っこなんですけど、トップに対して何度も強く申し上げました。まあ、最低限の妥協は確保して日本語の言葉を入れることなんですけど、僕はもう括弧つけても本当は本来は賛成できないんですよね。でこれ話ずいぶんそれたなと思われるかもしれませんが、そうでもなくてですね、これをこの国の政策とも関わっている大学の大変有名な方の前でもこれを申しまして、でその会が終わった後にその方と改めてですね、これこのままもう一回言いますが、国の政策として突き進むのはやめましょうということをこの学者の方と話して、で学者の方ははい分かりましたではないんですよ。でまあ、その学者の方がおっしゃったのは、明治維新の時には、まあ、一生懸命苦労して、当時英語を含めてですね、外来でやってくるものを日本語に置き換えようとしましたねと、まあ、そういうのはあったけどこの頃は、まあ、そこまでやらなくてもいいんじゃないですかって話をされたんですけど、その時に僕はその相手は学者でいらっしゃるからこう幅広く話せるんで申し上げたのは、例えばその僕は日本語の変化を認めないわけじゃないと、現役の作家ですけど、言葉っていうのは実は変わっていくもので、変わっていくものだから外来語でも例えば英語そのままでも構わないっていうんじゃなくて逆なんですと、変わっていくからこそ原則を大事にしていって、国民を置き去りにしない、誰かを置き去りにしない、同じ同胞を置き去りにしないっていう変化にとどめるっていうことは実はとても大事なんですと。でその上で今先生がその学者の方がおっしゃった明治維新の時も全部良いと言ってるんではなくて、例えばコンスティテューションっていう、この英語は憲法ではないと。でこれは僕が前から言ってるのはこのご存知の方いらっしゃると思うんですが、17か条憲法のいう憲法と英語のコンスティテューションっていうのは意味が違うんですよね。英語のコンスティテューションというのは要するにまあ西洋的な概念で常に利害が対立し、
その利害調整という意味が一番大きいんですよね。でも日本語の憲法っていうのは人の生き方と直結することを言ってるわけですよね。だから17か条憲法は例えば、すごく縮めてっていうか狭くして言うと当時のお役人の心構えをまとめたものに過ぎないからこんなのは近代憲法に値しないっていうのはこの例えば法学者の間では普通の通説になっています。いますけど僕はその考えもあまり賛成しないです。これはそうじゃなくてその一致点を探すと17か条憲法の最初の和をもって尊しとなしっていうのはこう仲良くしてればいいんだっていうんじゃなくて違う人を認めるっていうこの今で言ったら多様性って流行語になっちゃうんですけど日本は聖徳太子の時代からあるいはその前からそれを追求してて認めた上で一致点を探すそれが憲法というものなんですよね。で従ってですねその、僕は仕事で普通に英語を使いますから国際社会で well-being っていう言葉が使われたのよく分かっててで、その意味分かってるんですけどそれをそのまま日本に移入すること自体が違うというふうに申し上げてるわけですよね。で元の話に戻っていくとですねその、首都というものを決めるっていう考え方がこう西洋的な考えとしてこれは海外の考えじゃなくて基本的に西欧社会なんですよね。つまり圧倒的に白人による西欧社会が帝国主義の衣も一時期は着て世界をずっと支配してきたというのが続いているわけですから今もある種形を変えてやっぱりアメリカのもう一極支配とは言えないかもしれないけれどもそのいわば余波が続いている世界ですよね。でそうするとですね首都という考え方も日本がその陛下のいらっしゃる京都をこう日本的に首都として定めていた。でそのことを明治維新という急激な近代化を図るときにですねこの、やっぱ緊急避難としてもあるいは部分的西洋化のためにもこう半端な形で進めたんですよね。とにかくその天皇陛下の、ご存在とそれから今僕ずっと京都を首都として扱っていたんですけど実は徳川幕府のある江戸が首都だという面もあってそれ実は皆さんが見たらこうですかこっちが江戸でこっちが京都でねバランスよくこう成り立っていたわけですよ。しかしその権力構造としてこの例えば天皇陛下の周りにいらっしゃった奥家さんの勢力などもつまり今までの奥家さんではない殿様の力を削ぐことと同様にこの全部組み替えようとしたので天皇陛下に京都から東京へ移っていただいたという歴史があってそれでこの東京がずっと首都扱いにされてるっていうことで実は東京が首都であるって法的根拠は未だにないわけですよね。で首都機能移転っていうのはこの今この小島さんの質問に戻って言うと小島さんは首都移転とお書きになってるんですよね。だから首都機能移転と首都移転っていうのは実は似てるようで違うことなんですけれどもこれ当時の政治家も受け止め方が両方あったという気がします。ただその僕はやがてこれ立ち消えになってそのうち懐かしい言葉だねというようになりますよってまさか今自分が長い時間経って言うとは思いませんでした、ね、人生面白いもんですけどその何を言ってるかというと今僕が言ったような日本の在り方あるいは西欧社会に対して日本はこうやって規律するんだと国家の理念はこうだと国家間歴史観がこの第二次世界大戦をめぐることだけじゃなくて基本的に欠けているから要するに地震が来たら危ないとかそれから人口が集中しすぎだというそのいわば例えば病気の治療でいうと対処療法ですよね。対処療法って病気の根本的原因とかあるいは治療法がわからないのでとりあえず病態が病気の様子が改善するように対処だけするっていうのは対処療法っていうわけですけどそれに似た話だから
結局実現できませんというふうに僕は若い政治記者でしたけども申し上げて、その通りになってるわけですよね。でその上でですね、あるいはそれと同時に、僕はずっと昔から自分の、一つの考え方として申し上げているのが三都構想で、さっきの話と、まさしくつながっていてですね、文化の首都を京都に置き、そして、東京には祭りごとの首都と、そして、金融を中心にした国家経済、金融と国家っていうのは日本でも今は金融庁ありますけれども、特にこれからもっとこのきちんとつながっていなきゃいけない、つまり何するかわからないのが金融工学っていうのは、例えばリーマンショックである程度証明されたけど、もっともっとこの怪物が大きくなっていくんですよね。でそれを考えたらそういう機能を東京に置く、そして3棟っていうのはもう1棟あって、だから京都東京、皆さんから見たら位置が違うか、東京京都があって、ここに大阪があるわけですよね。そこを民間経済の首都にしましょうと。だから税制についても、民間経済の育成のために、当然、税制優遇も含めて考えるという構造、構想をずっと持っていてですね、記者時代からです。で橋本徹さんと今は全然お会いする機会なくなっちゃってますけど、お会いする機会があった頃には橋本さんが、その後に言っても失礼ですね、別に僕の構想があってその後っていうわけじゃないですから、橋本さんは橋本さんで、まあ、時期的には時代としては僕よりずっと後ですけど、二都構想じゃなくて大阪都構想、大阪も都になるっていうことをおっしゃった。でその時に僕はその橋本さんのおっしゃる大阪府と市の統合だけではなくて、経済的メリットがないとそもそもこれおそらく住民投票にかけると成立しませんよと、そのいわば橋本徹さんの全盛期ですけど、その時にもそう申し上げたんですよね。橋本さんが覚えてらっしゃるかどうか分かりませんけれども、でまあたまたま結果としてはその通りになってるわけ でその時にその税制の優遇措置を打ち立てて大阪と構想にしないと、結局大阪の人々の支持が十分には得られないってことを進言申し上げたんですけど、橋本徹さんの当時の返事はいやどうかなという、お考えでした。まあ経済のことももちろん考えてらっしゃったと思いますけど、行政改革ですね、その府と市の統合、そこに集中しておられたからではないかなと、僕はこれあくまで想像ですけど思っています。それでこういういずれにしてもそういう国家観歴史観を踏まえた構想でないと、首都の移転はもちろんのこと、首都の機能を一部分散するってことも実は全然実現しないで終わるということなんですよ。日本はなんとなくその場しのぎのさっき言った医療の世界での対症療法なもので乗り切ろうとする傾向、あるいはそれ乗り切れるそういうのが当たり前だって雰囲気ありますけど、それもともとの日本じゃないんですよ。その古代から国家として確立してるから、この土台がしっかりしてるんで、例えば対症療法で乗り切れるように見えるわけですよね。あるいはそれぞれの総理大臣が執権能力とも足りずとも天皇陛下っていう安定した政治的な行動はなさらないけど、でも本来の祭り事って本来お祭りお祈りですから、それも含めて本来の深い意味の英語のパレティクスじゃなくて日本語の祭り事でいうと天皇陛下っていう極めて安定した世界に一例しかないご存在いらっしゃるから、総理大臣が次々変わっても日本社会が崩れたわけじゃないと。それがあるからこう上辺を触ればいいようにこう見えるわけですよ。しかし問題の中にはそれでは実は何も進まないと。僕は一番記者時代に奮起して記事も書いたのは、この首都の移転ないしは首都機能移転で調査費と称してむちゃくちゃお金を使ったわけですよね。それで全然結果が出てなくて、
国民納税者主権者有権者から怒りの声が吹き出ないっていうのが僕は実にそれも、まあ、第一には政治家がもう本当にこれけしからんと僕は思っていろいろ没にされながらも原稿も書いたんですけどまるで社会部の記事みたいだと言われつつも一生懸命書いたりしましたけどもこの番組あんまり政治家見てないと思うんですけどもう一つの僕らの国会は随分現役の国会議員が見てらっしゃるようですけどこの番組はそうでもないと思います。主権者の方に考えていただきたいのはあのお金どうしてくれるんだということをやっぱりもっと申されるべきなんですよね。でこの質問いただいた小島さんはとても柔らかい文章でそういうきついことを書いてないんですけどこれは本当はねお分かりだと思うんですけど柔らかいきついの問題ではなくて納税した以上はそのバックをちゃんと求めるのがむしろ民主主義なんですよね。どうしても古い国だからお上があって気がついたら天皇陛下がいらっしゃり気がついたら租税制度がありと、ね、気がついたらもう刀狩りは終わっててこの民間の武装はもうないんだと。で気がついたら制度が安定してるからお上に税金を納めたら終わりと義務果たしましたほっとすると真面目な人でも、まあ、僕も含めて納税は一番大事な義務です。でそれ終わったらほっとしてしまうんですけど本当の主権者国の主人公の相手言うと義務の一つはその税金がどうやって使われてるかっていうのをこうチェックすることなんですよね。でこの今僕がいるたまたまいる参議院では予算委員会だけでなくて決算委員会を大事にするっていうことがよく語られて残念ながら主権者にはほとんどって言ってぐらい浸透してないですけれどこれはとても大事なんですよね。会計検査院だけの仕事じゃないわけです。でそのことで考えるとこのできればやっぱり僕は三党構想が一番いいと思ってます。例えば大阪について言うとですね、大阪で経済記者を3年間やってましたけれどもその時も大阪が生み出したあの省都大阪が生み出した実は大阪全体の歴史は京都よりはるかに古いわけですからその物々交換からその貨幣に至る過程も含めてこのご商売っていうのは人間の実は営みの基本中の基本なんですよね。で、その基本をよく知る大阪なのにいや大ごめんなさいその前に大阪だからたくさんの良い企業あるいは面白い視点の今で言ったらベンチャーですけどもっと力のある企業をいっぱい生んだのにもうどんどこどんどこ東京に本社が移転してしまうんですよね。僕は大阪での経済記者やってた時代から随分時間経ちます四半世紀はもう経ってると思いますけれどもその時ですらそうでした。で今現在はもうほとんど残ってなくて簡単に言うと大きな企業で大阪に本社があるのが関西電力と大阪ガスみたいなことにももうなってるわけですよ。これはまあ象徴的に言ってるんですけどでそれではですね例えば関東大震災パート2がやってきてこの経済が一時的にせよ大打撃を受けた時にそれを引き継ぐところが実は危機管理の意味でもまさしくなくなってるわけですよね。で危機管理の時に備えてだけその代理本社を大阪に作るっていうのではちょっとまた違うんですよ。この生き生きとした民間経済が結局明治維新の後の日本が第二次世界大戦で負けるまで成功してたのは民間の産業資本をすごく育てることに成功したからです。いつも言いますけど富国強兵の強兵は当然国が行ったんですけど富国の部分はこの民間に任せた、まあ、それが財閥にもなり財閥には負の側面も大変ありましたけれども GHQ が日本を占領した時に財閥を解体したのは僕は学校でアメリカはなんと経済まで民主主義にしてくださったと本当にこういう言い方で教わったんですけどそうじゃなくて日本のアジアの中でたった一つの例外的な力の源泉がこの民間の産業資本にあることをアメリカは見抜いてバラバラにして弱体化させたっていうのは本当のところなんですよね。でそれを考えると省都大阪を民間経済の中心にするで、
ある程度の集中能力を持ってないと、僕は地方分権だけが良いって考え方は全く賛成しないですね、世界を歩いてきて。でこの地方分権主義っていうのも、これ英国から始まって歴史の浅いアメリカが真似した面もあるし、それから The United States of America っていう通り、例えばアメリカの南部は昔フランスが張り込んだりね、してたわけで、そういうのを克服する時の考え方やり方として、イギリスの一部を取り込んで地方分権、アメリカでもだから州の権限が強いってなってるわけですが、その時に外交安全保障は全部国家ワシントン DC に任せるというのもあるわけですけれども、でこういう、こう成り立ちと違う日本が地方分権とばっかり言うのは、これやっぱりこれも日本というものの値打ちを本当には理解してない議論だと思います。でその上で分権だけじゃなくて、その集中も必要なんですよ。学生生徒の勉強と、それからね、スポーツ選手と、もう人間のやることは結構似てて、これ国際社会で言うとインテンシブですよね、つまりグッと集中してると。でその部分も必要なん で東京はそれをかなり世界のトップレベルで実現してるところがあるから、それを残すという意味でさっき言った機能を東京に置いて、だから政治主導、だから経済の中でも国家との結びつきが AI になっていけば余計に強まる、金融は東京で、天皇陛下は京都にお戻りいただいて、京都が文化の首都であると。本当は奈良も魅力的ですけれども、しかし、まあ、歴史をこう全体に眺めれば、それとあと今の保存状況を考えて、奈良も大変魅力的だけど、やっぱり京都で、こういうことでもう一度やり直そうとするんであれば、前に首都機能移転、あるいは首都移転で散々調査したところの調査の中身も一部ですけれども、使えるものが必ずあって、今何の役に立ったかわからないっていう現状から脱皮できるんじゃないかと考えているんですね。とても小島さんから良い質問いただいたと思います。はい、もう特に時間過ぎているようです。今回も声が枯れちゃいましたけど、皆さんありがとうございました。
Soon.